はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するタイトルは洞窟物語 3D。 日本一ソフトウェアが2012年7月26日に発売したタイトルで、定価は税抜き4800円。パッケージの表面を見ると、まあ 3D って言ってるけど、あんまこう立体感の見えるようなパッケージじゃないっていうか、まあキャラクターのデザインがね、割とこう 2D で平面的にね描かれてるような、まあ表現なので、ね、しょうがないんですけども、一応でもこう男の子と女の子はね、銃かなんか武器を持ってこう、まあそれぞれ違う方向に向かってると。で、奥行き方向にはなんだろう、こうなんか透明のね、まさかなんだろう、こうシャボン玉じゃないとは思うけど、こうなんかね、中に入ってる、ね、キャラクターがいたりとか、なんか左側には叫んでるっぽいキャラクターがいたりとか、なんかいろいろこう、で奥行きの方向にサングラスのキャラクターがちょっと右上の方に、ね、怪しいのがいたりしますけど、まああとそのモニターかなんかでちょっと目がついてるのがいて、ちょっと気持ち悪い感じがするんですけど、まあそういう、まあ、キャラクターがいろいろいて、まあ一応奥行きのある絵柄にはなってるのかなという感じがわかります。で、一応ね、洞窟物語ってタイトルだけど、英語のね、ケーブストーリーっていう方がでかくなってて、洞窟物語がちっちゃいというね。でも読み方でというか、普通に考えたら洞窟物語っていうタイトルのはずなんですよ。で、左上には日本一ソフトウェアのロゴがあり、左下には、セロビー12歳以上対象という表記があります。で、側面を見ると、なんかその目がついてるモニターみたいなやつがね、アイコン化されてるんで、あ、これ重要な人物だったんだ。人物？キャラクターだったんだって感じなんですけど、その下にはね、やっぱ洞窟物語 3D って縦書きで、3D も縦なんですけど、そもそもケーブストーリーどこ行ったんだよってこう感じがするわけですね。で、日本一ソフトウェアのロゴと、セロ B12 歳以上 対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、目覚めたらそこは洞窟だった。記憶を失い、洞窟の中で目覚めた主人公が体験する不思議な大冒険。手に汗握るアクション。先が気になる物語。繰り返し、遊びたくなるやり込み要素。どこか懐かしさの漂う洞窟を心ゆくまで探索しよう。ということでね。そんなストーリーだったんだって今更ながらね、気がついたりするんですけど。まあ、プレイ動画は頭からやってるんですけどね。まあ、その記憶喪失だった云々っていうのは、エピソードとして、どっかで出てきたかなってね、ちょっと疑問に思うとこあるんですけど。で、まあ、こう見ると男の子が手前側にいて、あ、このが主人公なのかな、奥にいる女の子は誰なんだろう、でも同じ役割なんだろう、まあ、そういう感じでね、よくわかんない。あと、このウサギだか犬だかわかんないようなキャラクターは何なんだろうとかね、こう疑問に思うようなキャラクター構成ですね。で、スクリーンショットは左から順に、3D で表現されたダンジョンには、仕掛けがたっぷり、何が飛び出すかワクワクドキドキということ、まあ、ちょっと中身あんまないんですけど、まあ、とりあえずね、3D で、ね、ダンジョンが表示されてるっていうことがね、書かれてるわけですね。まあ、基本 2D アクション系のノリなんですけどね。で、スリルと驚きがいっぱい、豊富な武器と、ジャンプを駆使していざ進めということでね、まあ、ジャンプアクションのゲームなのかなっていうね。まあ、そんな感じ。まあ、武器も使えるぞって感じですね。まあ、武器はね、帽子かぶってる、この赤い帽子かぶってる男の子は武器持ってますからね。で、出会いが織りなす物語。進め方次第で、展開が変わるっていうことでね。まあ、びっくりマーククエスチョンなわけで、まあ変わるかどうかよくわかんないけど、まあ進め方次第でなんか多少こう分岐があるのかなってぐらいの匂わせ方をしているというところですね。で、ジャンルは洞窟探索、アクション。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は3。プレイ人数、あ、じゃないな、3D 映像の表示はありとなっていて、通信仕様は特にありません。で、コードは CTRP-ACVJ-JPN と、TSA-CTR-ACVJ-JPN の2つのコードがあります。
で、パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、アンケートはがきがあって、パッケージのね、中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートの表面は、任天堂 3DS のね、本体、まあ、白本体が本当に出てたかどうかわかんないけど、本体にね、スクリーンショットが貼り付けてあって、一応ボタン説明が一通りあります。で、コードが MAACTRACVJJPN ですね。で、裏面を見ると、二人のキャラクターが並んでるねって感じで、まあ、説明らしい説明ないんですけど、まあ、一応本ソフトの説明書についてっていうことで、電子マニュアルへの誘導はあります。というぐらいの、まあ、シンプルデザインですね。はい。で、ゲームカードの方を見ると、また、今度はね、こっちの方は、犬だか、うさぎだか、ちょっとそういう、まあ、犬っぽいね、キャラクターですね。まあ、犬じゃないんだろうけどね。っていうキャラクターだけがいるんで、まあ、こいつがすげえ重要キャラなんだなって、こう、気づくに至るんですけども、まあ、そういうデザインですね。で、コードが LNACTRACVJJPN です。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRACVJJPN のコードで、ポイント登録有効期限が2014年7月31日まで。で、アンケートハガキは、一応ね、洞窟物語 3D アンケート係打ちって書いてあるんですけど、ここにはね、ゲームストーリー書いてないんですよね。だからまあ、ロゴ載せるんじゃなくて、単純に洞窟物語 3D ってフォントでね、載せてしまったというね、まあ、特殊フォントではない、とこですよね。はい。で、コードが SCHCTRACVJJPN ですね。で、表面はなんかちょっとあれですね。使用携帯電話っていう項目がありますね。NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、AU、ウィルコム、ディズニーモバイル、PHS スマートフォンを使用していない。ということでね。まあ、なんだろう、このスマートフォンとか PHS っていう独特な書き方は何なんでしょうね。だったらドコモとかうんぬんじゃなくて、もう、まあいいか。はい。で、裏面ね、裏面を見ると、お手数ですが、下記のアンケートにご協力ください。ということでね。一応アンケートにご協力いただきましたお客様には、抽選でプレゼントをお送りいたしますとありますね。はい。で、まあ、性別、年齢、職業のところから始まって、弊社ゲームソフトのご購入は初めてですか？はい、いいえ、とかね。いきなり結構厳しい、攻めてる質問ですね。で、1でいいえを選ばれた方のみ、ご回答ください。過去購入くださいました弊社ゲームソフトは何ですか？って書いてあって、これ、ねえ、もう山ほど購入してる日本一ソフトウェアファンだったら、ここをずらーっと書いて枠足りねえよってなりそうですけど、まあまあいいでしょう。はい。で、普段どんなジャンルのゲームを購入されていますかとかね。ここまでが、記述式で、その後は、本作の感想はいかがですかって5段階なんですけど、ゲームシステムで、グラフィック、キャラクター、ストーリー、BGM、操作性、難易度、パッケージ、解説書って書いてあってね。この解説書ってところがいかにも、こう、なんだろうな。プレステのね、ソニー陣営のハードでこうソフトをいっぱい作ってきた経験上多分、ソニーのね、プレステとかのね、入ってるやつは解説書、任天堂系での取扱説明書なんで、基本的にはね。ただ、これ、今回は、もう 3DS も、操作説明シートに変わってるから、解説書って書かれてもちょっとピンとこないんだけど、取扱説明書って書いてあってもやっぱりピンとこなかっただろうなってところはあるんですけど、これはどうなんでしょうね。これ電子マニュアルも含めてなのか、だから、そもそもの他のゲーム、日本一ソフトウェアさんの他のタイトルで、入ってるアンケートハガキがね、同じような項目が書かれてるから、だからテンプレ使ってないかって、これちょっと気になるところですね。で、本作をご購入の前に何をご覧になりましたかっていうところでね、弊社公式ウェブサイト、携帯公式ウェブサイト、弊社以外のウェブサイト、
ゲーム専門雑誌、ゲームさん専門雑誌以外の雑誌、パンフレット、ポップ等の店頭販促物、弊社公式メールマガジン、ちょっとね、弊社推しですね。はい。まあいいや。で、任天堂 3DS の他に所持しているハードはありますか？はい、いいえってあって、はいを選ばれた方は、所持しているハードは何ですか？だから他のね、アンケートハガキだと何持ってるかね、丸つければよかったんだけど、ここ自分で手書きで書かなきゃいけないんでね。ファミコンとかね、高速線とかいろいろこう、その時代から持ってる人はもう全部書くのすごい枠的に足りるかなーって感じのね、アンケートハガキです。で、お手持ちの任天堂 3DS はインターネットに接続できる環境ですか？これがあれ大事ですね。多分これでどんぐらいネットつなげてるんだろう。だから今後のね、ゲーム作るときに通信仕様をどのぐらいこう考慮すればいいだろうか。まあでも、家にインターネット繋がってなくてもね、すれ違い通信とかね、ローカルプレイ系は入れてても問題ないですよ。まあいいや。ということで、あとはご意見、ご要望なのですね。まあそんな感じのアンケートハガキになっていました。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。